どうです？さすがだよ。完璧な仕事だ。ウイングの進化は赤城道路では実感できないけど、高速コーナーでのスタビリティがとにかく欲しかった。あとは俺自身がどこまでこいつに対応できるかだな。ブランクもあるし。凌介さん、どうしてもやらなきゃいけないことですか？他の相手なら何も言いませんが、こればっかりは。プロジェクト D の遠征もいよいよファイナルだし、凌介さんにもしものことがあったら取り返しがつかないっていうか、やめるべきですよ。凌介さんらしくないじゃないですか。すまんな、松本。これは俺にとって避けて通れない関門なんだ。あの人を放っておくわけにはいかない。俺にしかできない役目なんだ。落としどころの難しいバトルだけど、心配するな。俺は必ず戻ってくる。そこまで言うんでしたら、一つだけ条件があります。いいよな、箱根の霧は。薄汚れた現実をすべてかき消してくれる。こうして佇んでいれば、そこにあるのは絶対的な静寂、そして圧倒的な孤独だ。涅槃とはこんなところかもしれないな、香織。お前を失ってから、俺はいつも霧の中に佇んでいるようなものだ。ここで俺は凌介と命のやり取りをする。俺たち二人のうちどちらかをお前のそばに送ってやるよ。選ぶのはお前だ。今度こそ本音で選ぶんだぜ、香織。久しぶりだな、凌介。少しチャラくなったか？お久しぶりです、北条凛先輩。凌介さん、俺はここで待ってます。終わったら拾いに来てください。俺は凌介さんの助手席で群馬に帰る予定ですから、それ以外の手段で帰るつもりはないです。2日でも3日でもここで待ってます。たとえ雨が降っても、たとえ土砂降りの雨になっても、つまりあなたが戻らなければ俺もこの場所でのたれ死ぬ予定です。お前ならやりかねないな。必ず戻る。ありがとう。約束ですよ、凌介さん。無事に戻ってきてください。危険すぎる。これほどの超高速ダウンヒルステージは他では見たことがない。コースを知っている地元を相手に先行はあまりにも不利だ。ブランクがある上にリニューアルした FC に対応するだけの時間もなかったけど、ここまで来たらもう信じるしかない。赤城の白い彗星と呼ばれていた頃のさえ渡っていたドライビングセンスを。
年前かな。え、俺はある人を好きになったんだ。その人は大学の1年先輩で、それまではあまり出会ったことがないタイプの人だった。自由奔放で、大人と子供が同居していて、強いくせに脆い、矛盾だらけの人だったよ。でも俺はそんなところに惹かれたのかもな。自分でもコントロールできないくらいのぼせ上がっていたんだ。意外かもな、俺のそんなところは。このことは今まで誰にも話したことはなかったんだけど、少しだけ聞いてもらえるか、松本。旋回能力は互角か。パワーは明らかにこっちが上だ。聖堂に関しては軽い分向こうに利がある。終盤に行けば行くほどそれは顕著なものになっていくだろう。だが俺にとっては好都合だ。止まれないなら不可抗力としてぶつけるだけのこと。勝負は一本、見事に逃げ切ればお前の勝ちだ。逃がさないがな。自分が何のために生まれてきたのか考えたことある？凌介くん。また出た、香織さんの禅問答が。はぐらかさないで答えてみなさいよ。自分が本当にやりたいことって何なの？親の後を継ぐことが本当にしたいこと？君は本当に医者なんかになりたくてうちの大学にいるの？そんなのは恵まれてるとは言えないよ。むしろ不幸よ。選択の自由のないつまんない人生。痛いとこつくね、香織さん。君の幸せって何？本当の幸せって何？夢はないの？凌介くんの夢って何？どうだ？確認しました。死神の R32 です。白い車を追って猛スピードでもうすぐそこを通過します。くれぐれも気をつけてください、池田さん。了解。捕捉したぜ、死神。スパイラルは箱根の自警団的役割を自負しているチームだ。
峠のルールを壊す存在は断じて許さん。あんたの狼藉も今日限りだ。それにしても前を行く白い FC は何者だ。あの死神を相手に先行のポジションとはまた豪胆な。ただものではない。まさかあの男か。凌介くん、君に話してないことがある。私ね、親が決めた婚約者がいるの。え？あと何年かしたらその人と結婚するんだよ。つまんないジョークだよね、香織さん。親の意志に従うことが本当にあなたのしたいことなの？そんなの全然あなたらしくないけど。君は本当の私を知らないだけ。ならこれから知ればいい。俺は香織さんを諦めるつもりはないから。ダメよ。諦めて。何が香織さんを泣かすの。俺は何があっても香織さんを守るよ。どうした凌介、校内への侵入にわずかだが迷いが見えるぜ。超高速ステージが怖いか、それともブランクのせいか。甘いぜ凌介、寝ぼけてるんなら目を覚ませ。早速やりやがった。退院直後の安定期に入る直前にあれをやられるのが孤独度には一番辛い。死神は確信犯でそこをついてくれ。立ち直ってくれ。うまい、見事だ。そうでなくちゃな、こんなのは挨拶代わりだ。コントロールできる、いい仕上がりだ。さすがだな松本、これならいける。心置きなくギリギリの領域へ。もう一発、次はきついぜ。違う、今までとは明らかに違う。死神は本気で。外した。あの死神が本気で当てにってかわされた。なんたるツッコミ。もう間違いない、あの FC は北関東最強と言われたカリスマの復活。一体何が。凌介、何が起こっているんだ。死神は変だ、あからさまに殺気をみなぎらせている。それを受けるあの男もそれが分かっていながら離脱しようともしない。これはただのバトルじゃない。俺はとんでもない場面に出くわしてしまったようだ。さすがだな凌介、さっきまであった躊躇が消えた。素晴らしい順応力だ。
お前は想像以上のドライバーだよ。香織、近くに来て見ているんだろう。このバトルをお前に捧げる。俺は今夜この場所で死んでも悔いはない。何も怖くないんだ。ごめんなさい、北条さん。結婚はできません。待ってくれ。それはないぜ。訳を言ってくれ。親が決めたからとか、そういうことじゃないんだ。分かってくれ、香織。俺はもう心の底からお前が好きだということを。恐ろしいぜ。なんというテンションの高さだ。二人の間に割って入るどころか、ついていくだけでも苦しい。それにしても高橋涼介、理論派と聞いていたが、それは絶対に違う。天才タイプでしかこんな芸当はできない。地元ではない走り屋がこれほどのペースを作れるのはほとんど奇跡だぜ。それほどここは特別なコースなんだ。地元でも下りを限界まで攻めることはまずしない。命がいくつあっても足りないからな。早い。芸術的なロータリー使いだぜ。天才の感覚とクレバーすぎる頭脳が両立しているというわけか。それが理論派高橋涼介の真実だ。だが死神の本当の恐ろしさはこれから先が本番なんだ。君って不思議な人だね。年下のくせに落ち着いてて、それがちょっと尺に触るけど、いつも誠実で優しくて芯が強い。きっと君は女の子を幸せにするんだろうね。私でいいの？自信ないよ。君に思われる資格ないかも。ずっとそばにいられたら。君のそばにいられたらいいのに。